カレイさんこんにちは、カンデショウで皆さんグラスコートの編成どうしてますでしょうか。マイディラ結構アクアとかエミリアとかカスミ、この辺が多いかなと思うんですけど、僕は最近ですね、この赤髪の冒険家を使うのにハマっているんで、今この動画作ってるって感じなんですけど、初手はちょっとジュタで言ってるんやけどね。赤髪って初手別に強くなかったよね。一応、アナザーアクションボタンを押して下達の絆のモードになってしまえばね、スタミナの概念が存在しないので、体力からしてくる系の相手とか、あと打球効果無効もあるから、相手がフラットサーブとかで来るんやったら赤髪に行くこともあったりはするんやけど、一応仲間にジュダがいるんで、初手はジュダで行ってるって感じですね。ジュダは別にこの編成において必要かと言われれば、そういうわけではないかなと個人的には思ってるんやけど、なんかいい感じに勝てそうな相手がおったら動画にしようかなっていう感じの、編成の入れ方ですね。で、赤髪には僕は今回ですね、レフコスカリスも足しております。当時はね、赤髪の冒険家結構多かったじゃないですか。なので、赤髪同士で戦うことも多くて、ラケット落とし無効ついてないと結構ね、ミラーで勝つの大変やったんですよ。なので、それをつけれるね、ヘリオブライトを、結構対応していたんですけど、今ってそんなに赤髪来ないんでね、僕は今回ちょっとレフコスでやっていったという感じですね。で、ラケット落ちるキャラって結構いたりするんで、今みたいにエミリアとかもね、ラケット落ちるんやけど、今の相手はあれですね、瞬間移動できるラケットを持たしているんで、それで、あれですね、僕がロブ打った時に瞬間移動してスマ無効をつけて空中地面をね、10秒間無効狩りするっていう、結構賢いやり方かなと思うねんけど、言うてあれって無限に打てるわけではないので、いつかはね、できなくなってしまうし、さっきみたいな感じで瞬間移動できなくて積むパターンもあったりするんで、結構あれなんやけど、エミリアと赤髪の相性、そんな良くないよね。一応エミリアの方が有利やったような気がするんやけど、赤髪でもね、割とご利用せるんですよ。ていうか俺がエミリア使ってた時もですね、この赤髪に負けることも結構あったりしたんで、僕ちょっと赤髪にね、この試合に関しては頑張って立ち向かったんですけど、確か勝てたんですよね。氷はしないんですよ、赤髪。ただ、この氷のギミックにね、当たると、障害物ギミック扱いみたいな感じになってるんで、通り抜けすることもできないし、あと3回当たったらかな、縮小レベル3食らってしまうんで、嘘みたいにちっちゃくなります。さっきから何回か見てるかなと思うんですけど、ちっちゃになりすぎて戦技量ももちろん狭くなるんで、返すのが超困難と、フォアとかバックで打つっていう概念なくなるからね、いかに体の近くで、ラケット振って、返すかみたいなことになってしまう。できるだけちっちゃくなら方がいい。見て、こんなやばいっしょ。こんな無理ゲーすぎるけど、なんとか SS も打つことができましたと。一応これって7秒間だけやから、ここを耐えればなんとかなるっていうのと、あと割と取れたりもするんであれやねんけど、さすがにね、この氷のギミックがいっぱいあったりとか、あと相手に低バウンドボレーとかいっぱいされてしまうとね、結構厳しい点とかもあったりはするんで、そこはちょっとあれなんですけど、いい感じにね、このダーンっていうね、真ん中から打った時特有の球の軌道で打って、これは決めていったみたいな感じですね。続いてライトレート2899で、カスミとキアラと、あとアクアがいるっていう感じになってるんやけど、これさっき言ったね、アクアとカスミが多いよねっていうやつなんですけど、赤髪普通にいいですよ。この、さっきはエミリア対面やったかなと思うんですけど、確かこれはカスミ対面やったんちゃうかな。もし違うかったら多分3試合目の時にカスミ対面で絶対入れるかなと思うんですけど、カスミも割といけるんよ。体力枯らすこともできるし、ラケット落としもね、大概効きますんで、それで戦うと。ただ、赤髪が苦手なキャラクターとしては、イオリっていうね、キャラクターが、こっちジャスト確定になるじゃないですか。それに対しジャストで打ってきたら、めっちゃ速いね、オンザラインサテライトの定番のやつが来ますんで、その子がね、相手に入ってる場合は違うキャラ出して戦った方がいいかなと思うんですけど、最近ほぼイオリおらんし、で、さっきも言った通り赤髪もほとんどおらんので、俺はレフコスに3ポイントまで製造化量プラス 25% 以降であってもプラス 10% ってやつをつけてたんちゃうかな、雪属性のやつね。はい。で、この試合はアクアと戦う感じなのね。アクアも割と、俺灼熱やったら色メロで頑張って戦ってたりもしてたことはあるんやけど、やっぱちょっと赤は強いよね。まして。なんかまあ両サイドさ見えへんくなるし、でまあこのね、めちゃめちゃオンザ打てるし、スターストーブもあるしで、ほんまにね、至れる尽きせりの、まあ性能かなと思うんですけど、まあ僕は仲間にね、先ほど言っていたジュダがいますんで、まあ灼熱に塗り替えりますと。塗り替えりますって何塗り替えますと。で、これで、まあまあまあ、この点は、ここのポイントは点取られへんかったんちゃうかな。ちょっと分かれへんけど。あ、これは決めれるんじゃね？無理でした。結構耐えられますね。まあ、赤アウトしないっていう性能ついてるんでね、まあ、結構ありやけど、まあ、言うてジュダもね、特殊ショットやから、まあ、アウトはしないわけじゃないですか。なので、それで、まあ、頑張っていってると。全然決まってないな。頑張ってスマッシュ打ってんのにな。あ、やっと決まった。はいはい。こっから、もうあれですね、私は多分赤髪の冒険家を出していくみたいな感じになってるんじゃないかな。ただまあ、この子雪高度適正の子やから、ちょっとなんか、まあ、良くはないねんけど、まあ別にツルツル滑るとかもちろんないわけやから、そんなに戦いにくさはないかな。ただ体力ちょっと枯れやすいから、スタミナの概念存在しない方で戦った方がいいかなともちょっと思ったりする。次、カスミの試合ですね。わおすごいこの人。しかもヘリオですらないってすごない。なんでそんな体力回復ラケット持たしてんねやろ。うん。あ、錦や。しそうやね。冷えん腹パンしそうやね。今、ラインズマニアを使いますか。あ、なんか、割とエレの割ワンチャンあるみたいな話を聞いたで。強この人どうしようかな。初手はちょっとジュダで頑張って戦おう。この子ならきっと機動力結構あるから。うわおほら今の取れるって結構すごない？大丈夫で SS は絶対打たんようにしよう。こんな短期の霞とか強すぎるやろ絶対。どう考えてもで、できればレフコスで SS 取ってちゃうのきた突き刺さる SS やったらそのまま点取れたのにな。ああ決まったんでかいね。さあここから俺は赤髪を使って頑張ろう。で、相手、飛燕来るからそれは警戒しつつ。で、入れ番は先作りたい。うわおえぐっちょっと待って。なんか動き方すごいな、この人。はい、ラッキーで、飛燕 OK で。うわーどっから打ってきた？ここら辺から来へんかった頭今。わけわかんねえ。マジで。やばすぎでしょ。うわ、出た SS 会員強さやつだ。あえてね、あえてそっちから打っていくタイプね。なんでこれ相手あれやったのかな。でも SS 打ったばっかりや。あ、ちゃうわ。あれカウンターの飛燕か。あれ、わからん。かすみは今、どんぐらいの SS のたまり出た。もうほんまにさ、かすみおかしいよな。ボレー早すぎるんよな。だってこの機動力さ、バカみたいに高いこのさ、赤髪で追いつかへんねんで。ちょっと俺があれ、ちょっとラケット触れてなかっただけ説あるけど、さっきの知って。で、これでラケット落としが2発目取ったら、ちゃうわ。もう一回ラリーしてからやったな。SS 打つの。はい、多分ラケット落とし向こうついてないね。多分避けながら戦ってるから、今、弾取れてなかったみたいな感じやと思う。多分やけどね。スマッシュ前からロブも打ちにくいよな。で、前からの飛燕も怖すぎるしさ。困ったなって。これ来るでもう。相手もう SS 溜まってんね、絶対。怖すぎる。あれ体力ゼロもしかして。それ熱くないめっちゃ。体力ゼロや。やったー。これは、勝てるぞ。よし、来い。その体力のなさで回り込むと思わんやん。俺がスライスサーブしたんが良くなかったんかな。マジかよ。あ、体力回復ラケット。なるほど。その時用にも出してたんだ。伏線回収みたいな感じですね。今の飛燕何？俺の SS の分が今飛んできた感じか。飛燕じゃなくなってるー今俺改変強制発動食らってるミーか。うわこれやべえ。はいラッキーで相手も SS 打ってる。おいこれいいね。でも体力満タンになってる。ドリンク来たんかな知らん間に。はいオッケーオッケー。もうこれは来たでしょ。打って、俺ラケット落としのモードになってない。あともう一回打って。決まった。やっぱ俺赤髪が一番なんか戦いやすいわ。